今の瞬間にね、私の愛用してたリファのアイロンが壊れたんです。このアイロンがつかなくなっちゃったんです。めっちゃショック。まあでも結構もう買って1年以上経ってるか。そうだよね、もう1年2年くらい経ってる。でもさあ、めっちゃ悲しいんだけど、なんかつかなくって、でコンセント、どこのこの部屋中のコンセントどこに挿してもつかなくって、で最後に洗面台のところに挿してパッてついたの、この電源をね、これ長押しするんですよ。でもちょっと今熱を持ってる。その長押ししてでついたので、でも離した、この指を離した瞬間にこの光、この光がピロンってつくんだけど、シューンってなるの。新しいの買います。結構ちゃんと気に入ってたんだよね。なんか使い心地とかも全然、まあ、そんなにアイロンの種類をたくさん使ってるわけじゃないけど、めっちゃショック。あ、ここにもコンセントある。ここでも試してみよう。つかない。いつもだいたい長押ししてすぐにピッてつくんですよ。つかないの。つかない、壊れた。ショック。立ち直れないけど、まあなんか、てかでも明日どうしよう。ここにアイロンってないですよね。明日私の髪の毛ボサボサだわ。今もなんだけどね。めっちゃショックなんだけど。ドライヤーでめっちゃ乾かしてまっすぐにして、前髪カーラーしてたらいいかな。それかめっちゃこの子にほんのりの熱を持ってもらって頑張るか。超絶ショックよ。どうしたらいいの。本当にショック。だってストレートアイロンがなかったら終わりだもん。明日の朝復活してたらいいな。でもすぐに新しいの買わないと。でも同じのにしようか迷う。なんかさ、ヘアアイロンってそんなにさ買わないじゃないですか。まあ、皆さんわかんない、男性の方わかんないけど、そんな買い直さないじゃないですか。そう、でもさ、なんかちょっとアーモンド効果飲みながら喋るね。なんかさ、だってヘアアイロンってさ、もう何言ってんのか分かんない。多分ね、疲れてるんです。これあんまり私、頭がねおかしい。本当にバカになってる。久しぶりにチビで NGT のライブ見たけど、めちゃくちゃ可愛いです。村長しかってなりました。嬉しい、ありがとうございます。今日テンション高いよ。わかる。なんかね、なんかフェスに出るとね、しかも暑いから、なんか頭パッパラパーなんですよね今。なんかね、メンバーがじわじわ来る。すごいいい意味で。もう今日のさ、メンバーでね、ティフに出させていただいたメンバーでプリクラ撮ったんですよ。そうで、たらなんかもうカイリちゃんが本当に、もうカイリちゃんのファンなんだよね。これ昔から言ってる。私カイリちゃんの結構子さんよ、本当に。うまっ。アーモンド効果って美味しいよね。そうなの。もうね、カイリちゃんって本当に面白い子なんですよ。どうしたらいいのかもう本当にわからないくらいめっちゃ面白い。そう、ツイッター X になったね。そうなの。なんかびっくりしちゃうよね。プリクラかわいい。誰か載せてたよね、メンバー載せてた。はるかはね載せてない。あ、載せた載せた載せた
え、バカじゃん、乗せたよ。いや、みんなで変顔しようって。なんかさ、女子高生の時にもさ、あ、しれっとゆで卵食べますね。そう、私の一番の、もう本当に喋られない、ちゃんと喋って。私が宇宙一好きな食材は卵なんですけれども、今日はセブンイレブンさんのゆで卵を食べていきたいと思います。なんかティッシュとか、あれあった、わかる。なんかさ、ちゃんと喋ってほしいよね。だしさ、なんか話題がさ、もうてんやわんやしてる。え、でもさ、昨日のコンサートの話もさ、私昨日コンサート後にしたショールームの記憶が本当になくって、何を話してた私って。もうなんかすいません本当に。え、なんかこれ、なんか自分で陰キャとか言うのすごい嫌なんだけど、陰キャあるあるなんですけど、多分頭の中でめっちゃ、心の中でめっちゃ喋ってる。そう、なんかスンって感じでいるんだけど、あのすごいね、めっちゃ喋ってるの心の中では。そう、なんかもうこのゆで卵を割る音だけで面白くなっちゃう。なんかゆで卵を割る時の音ってさ、なんだろう、 NGT のステージが始まるオーバーチャーと同じくらいワクワクしますよね。イエイ、カモン、アーユーレディーって言ってるオーバーチャー、あれ私一生言えないんだけどさ、みんな言えるの？もうそのくらいね、ゆで卵を割る瞬間ってワクワクしますよね。で、やっぱなんかお家でさ、自分で作るゆで卵とさ、コンビニのゆで卵ってさ、それぞれさ違った良さがあるじゃん。だしコンビニのゆで卵はもうバリ高いけど、でもなんかちゃんとそれに見合う味というか、こうちゃんとさ味付けが染み込んでいるのと、あとあの黄身、熟し度合い、ゆで具合か、そうっていうのがありますよね。いただきます。あ、確かにコンビニで好きなコンビニはあのこれって言って決まってないんですよ。うん、そうだ、アイチーが写真欲しがありがとうございます。後で載っけなきゃ。そうだった。なんか本当になんか昨日が魔法みたいな人すぎて、人じゃない、日すぎて、何だったんだろうね。本当に何だったんだろうって思ってる。なんかあっという間に終わっちゃって、だし、そう、なんかこれからまた普通の日常が来るんだっていうくらい普通の日常がやってくる。なんか今まではもう本当にみんなマジで休む暇なく、間もなくか、間もなくなんか振り入れして予習復習みたいなしないと本当時間がなくって、本当にバッタバタだった。私は5年間やってきてこんなに大変だったコンサートはないっていうくらい本当に一番バタバタだったと思います。なんかまあでもそれをこなせる
力は身についてきたからなんとかやれてこれた、やれたのではないかと。そう、なんかでも研究生の時に出させていただいた PDC の時はなんかあすっごいもうもっともっと大変な感覚ではいたけど、でもなんかそれは自分がまだ研究生だったからじゃないですか。そう、もう本当にね、初めてのコンサートだったからその時が。でも今は、まあ、コンサートのね経験数とかもね重ねて来させていただいて、でなんか今はまあなんとかやったぞっていう感じ。でも明日からもう普通なんだよ。その今日までが一応ね大変だったんですよ。今日までもう今日のティフもそのリハーサルを朝午前中してて、そうそれでやった本番バーだからね、結構もうそう急、結構急スケジュール急そうだったから、もうね今日以降明日以降は寝ます、とりあえず。でも明日はね寝てばっかりはないですね。そう、なんか私コンサートが終わったらまずやりたいこととか考えてたんです。そう、まずカフェに行きたい。そう、カフェに行く時間、ゆったりとしたねカフェに行くタイムとか欲しい。あとあと一人回転寿司にまた行くこと。もうね最近行けてないんですよ。最後に回転寿司に行ったのはいつだ、でも6月な気がする。だから全然行けてない。行きたい。そう、回転寿司回転寿司一人で行くのが大好きなんです。はい、どこに行こうかな、迷うな。いいですよ。もう回転寿司って本当に魅力的だからね。なんて言ったって座って一人で無言で注文して届いてすぐ届くし、食べてしかもペイペイで払えるんですよ。そう、店員さんとね一言も会話をしなくてもいけちゃうんですよ。まあ会話したくないわけではないんですけど、でもまあできるだけ本当に行って食べて帰るっていう、すぐなんていうの、その動線がねもう本当に洗礼されている、シンプルなんです。それにとても魅力を感じるし、めっちゃ美味しい。私はサーモンが大好きなので、あの高級なお寿司もねすごい好きなんですけど、高級なお寿司屋さんって大体なんかサーモンないんですよ。うん、回転寿司ってお寿司もあるし、サイドメニューもあるし、デザートもあるし、何でもあるんですよね。本当に魅力的な場所行きたいですね。あとそう、最近カフェ巡りしてないのでカフェ巡りしたい。あとは趣味増やしたい。あのそう、趣味がねない人間からしたら忙しい日々って、その自分が趣味がない人間だっていうことを自覚する瞬間が少ないんですよ。お仕事でいっぱいいっぱいになってるから。そう、でもなんかこれに没頭するというか、なんかでも没頭できる趣味欲しいですね。でお仕事に
とは結びつかなそうな趣味ないかな。結びつかな、いや結びつけたくないわけじゃないんですけど、なんかこう全部私はお仕事につながるものに興味を持ってしまうというか、だから本当に趣味っぽい趣味が欲しいです。はい、趣味っぽい趣味ゲットしたら言いますね。趣味仕事いやなんかそこまでかっこいい人でもないんですよね私って。でも多分もうなんか趣味がないということを深く考えすぎて、なんか私ってその私が生まれてきた意味とはみたいなところまでその考えが行き着いてしまったんですよ。なんか重たくない？そう、これはまずいと思って、なんか弟とは全く真逆なんですよね私。だから弟になんかもう変なお姉ちゃんすぎて本当にごめんって、なんか変な自覚は最近若干あるんですよ。でもなんかその弟に何なんか趣味なん、あんたなんでその生まれてきたのみたいなそういや違うの本当にね、でもシンプルな疑問なんだよね。どうして生まれてきたのか分かっているのかなと思って、そうで、いやなんかどういう質問なんでしょうかね本当。だからなんか今何が楽しくて、あなたは今何を楽しくてあの人生歩んでるんですかって聞いたんですよ弟に。でもなんかあみたいな、そうなんかそうそうあのね、でも結構そのあしらわれたりはしない、なんかすごい優しいやつなんですよ弟は。でもなんかとりあえず目の前のことが楽しそうでした。結果見ててゲームする時とかサッカー見に行く時とか、なんか最近は野球もちょっとなんかミーハーなんですよね弟は。なんか友達とすごい遊びに行くのも楽しんでるし、部活も楽しんでるし、そうもうやめちゃったけどギター弾くのも好きだから、エレクトーンもねもうやめちゃったんだけど長らく習ってて弾いてたりするし、なんかほんとその時その時やりたいことをやってて、ねえミーハーが一番楽しいかも。やっぱそうだよね、なんか人生楽しんでる人って楽しんでそうだなって思う人ってミーハーだったりする。なんか私でもその始めるまでがなんか大変なんですよ。アニメとかも1話見るまで、その第一歩を踏み出すまでが時間がかかっちゃう。一回見たらねハマったりするんですけど、でもなんかまたそのお仕事とかで忙しくなって見れないってなった。私推しの子最近見てない、そういえば。見てないや、あとトッケビも見てない。やばい見なきゃ。ちょっと前もショールームで話してたトッケビっていうあの韓国のドラマで友達に勧められて見て、もうめちゃめちゃ号泣、もう本当に感動するけど最後まで見てないやめっちゃハマってたのになんか時間が空いちゃうとたり、そのまだ未知の世界のものになるとその一歩を踏み出すことがめっちゃ難しくって、だからあの今推しの子見てない。推しの子シーズン1が終わったのかな。あそうなの、やっぱ見よっかな明日から、明後日かもしれないし、し明後日かもしれないけど、時間がねあった時にまた見ようと思います。なんか時間がある時に何をしてるかっていうと、とりあえずインスタ開く、ツイッター開く、でまたインスタ開く、ツイッター開く、まあ、SNS 更新するとかね。そのなんかインスタも自分の趣味のインスタの時間なのか、お仕事でとしてのインスタなのか、ツイッターも同じで、あ X か X ですね。そう
だからなんかそのお仕事とプライベートの境界線っていうのがあんまりふわふわなんですよね。そうだからおちょっとなんかツイッターで告知をするとかは、まあ、お仕事の話になるじゃないですか。とかでもツイッターでもプライベートであったこととかも書くし、ムバメとかもプライベートのこととかよく書くし、まあでもなんか公演だったよとか今日コンサートだったよとかさ、なんかっていうのもあるしそう、だから SNS はなんかプライベートなのかお仕事なのかよくわかんない、ふわふわしてる。そう、自分の好きなこととかをあげたりするので趣味っちゃ趣味みたいなところもあるし、そうとか、まあ普通に自分が興味のあることを SNS から情報を収集する時もあるじゃないですか。陽キャになってる暇なさそう、あ、それめっちゃ適切かもしれないそうなの、何かと忙しくって陽キャになってる暇がないんだ。そう、それかあとは服見るとか、でも服も見るのは好きだけどやっぱりなんかおしゃべり会で着る服どうしようかなとかって考えたりする。あと好きなことはね、なんだろうな、ドラマとかもその時めっちゃ時間があったりとか、ドラマ見るのにハマる時期っていうのがあるんですよ。そう、ですかね。とかまあ考え事はよくしますね。あ、私これからどうしていこうかな、どういうおばあちゃんになるんだろうなとか考えますね。食べ物食べるのはすっごい好きなので、最近はそうですね、さっきも言ったようにやっぱりカフェ巡りをしたらインスタに載せる写真も撮れるし、外に出るという機会にもなるし、美味しいものが食べれるから、やっぱりカフェ巡りがいいんじゃないかなって、あの頭の考えと心の考えが一致、そう一致でカフェ巡りはナイス。でも回転寿司はインスタには載せないかな。おしゃれにこうパシャって撮るものじゃないかなっていう感じなので、やっぱトータル的に言うとカフェ巡りがいいかもしれないですね。でもこれは完全に趣味かも。その自分のインスタでなんか、まあ、新潟のカフェを紹介するとかっていうのもあれだけど、なんか私のインスタでも最近ちょっとシフトチェンジしてるというか、なんか今までは自分が好きなものとかを撮って出してたけど、最近は結構自分の写真多めで出してて、なんかまあ自分のアカウントだからそうしなきゃだよなと思ってそうですね、需要でもたまにそう好きな自分が撮ったカフェのプリンの写真とかも載っけようと思ってます今プラチナフラッシュさんのいただいたアザーカットをすごくじらしながら出してますインスタとかに、なのでよかったらフォローしてくださいでも最近なんかその効果からかわかんないけど、なんかそうフォロワーさんもねちょっとずつねなんか増えつつあるから、そうすごいねゆっくりゆっくり出してるオフショットは
あの後でメールとかチャットの方に送るので、そちらもよかったら登録しておいてください。そうですね、 SNS フォロワーをなんとか、はい、増やしたいから、増やしてこうお仕事につながるように頑張ろうと思ってますので、応援しててくださいでもなんか毎日同じことをこう続けるみたいなの、私は結構苦手なタイプ。毎日違うことしてたい。なんか頭の中も本当は違うことを毎日違う人みたいに過ごしたい。なんか多重人格みたいだけど、なんかそういうことでは、そういう意味ではないんだけど、そうそう、パスタですね。パスタってこと、やっぱりそう。全然さ、同じ麺じゃないですか。主な食材はパスタという麺じゃないですか。でもすごい周りのソースによって全然印象が変わるじゃないですか。同じパスタなのに、そう、なんかそういうこと、芯のあるパスタになっていたいという気持ち。めっちゃいい例えした今、我ながらそう、私明日からパスタだから、ちょっと切羽詰まってたけど、明日からパスタだから、これさ吸い上げてさ飲んでさプシュってなるのめっちゃ気になる。なんかその音聞かれるの恥ずかしい。あ、こんなに空気を、この中の空気をハルル今こんなに吸い取ったんだって思われるのめっちゃ恥ずかしいって今思ったね。なんか話したかったこと他にもあった、絶対あった。なんだっけな、ね、忘れた。なんだっけ、分かんないや。どうだったコンサート急な雑な振り方、ちょっと寒いかもしれない、ちょっと温度上げる。あ、ガタチューブね、ありがとうございます、嬉しい。コンサートどう？そう、なんかほんと、あ、そう、昇格、なつきちゃんとゆうはと萌ちゃんが昇格発表されたんですよ。そうね、みんなおめでとうだね、ほんとに。なんかさ、私さ、その時さ、なんかちょっと泣いちゃって、なんかその時突然思、なんかそれね、ステージ上で初めてなんかわって感じた空気というか感じなんだけど、なんかね、あの、そう、前日、本番のその前日になんかスタッフさんに呼ばれて、でなんかそこの MC 仕切りが私だったから、台本で、そう、それでなんかそこで最後の曲に行く前に、あのみゆにね、キャプテンの、そう、藤崎さんにちょっと振ってもらって、で、あの3人昇格発表をするんでっていう流れで、台本には、みんなに展開してる台本とは違う流れの台本あるんで、そこ、それでお願いしますって言われて、で私そこで知って、え、そうなのみたいなそっか、そうなんだって思って。でもなんか、そう、それでなんかみゆにあるんですよねってさ、本番で振ってさ、なんかみゆがさ喋り出してさ、名前呼ばれるじゃん、
3人でもなんか3人なんかファンの方がどういう風な捉え方してるか分かんないけど、3人がなのか3人もなのか3人しかなのか、そうなんかね。でなんかさ、そうそう、だからなんか私はそのこうみんながどういう風な感じで思ってるのかわかんないけど、でもこうなんか会場の空気感的に3人しかな感じがして、でなんか3人しか呼ばれないことを知ってたから、なんかその泣いてる3人、嬉しい泣きの3人を見てても、ああよかったね、すごいおめでとうっていう気持ちにもなったし、でもその他の3期生の子たちは今どういう気持ちなんだろうなって、その悔しいとかっていうだけの単純な気持ちじゃないかなとか、私は3期生のねみんなの努力を全部知ってるわけではないけど、でも今回のコンサートは本当相当頑張ってくれていたと思うし、何よりね NGT に入ってきてくれたことがすごい私は嬉しいなって、ありがとうって思ってることだから。でもだからといって、そのなんだろうな、今昇格で正規メンバーでそのなんかなれる基準とかって全然定められてもないし、私たち2期生は昇格に3年かかった代ですし、なんか本当人それぞれじゃないですか。でもなんかなんだろうな、3期生みんながその正規メンバー昇格できるレベルかって聞かれたら、多分そうとは言い切れないかなっていうところもあるかなっていうのは正直な気持ちで、だからなんかその3人が昇格することでそれぞれがねいろんな気持ちになると思うし、悔しいっていう子もいれば、こう悔しいまでいかない子もいるんじゃないかなとか、なんかこうそうだよなって飲み込んじゃうような子もいるんじゃないかなって。だからなんか結果的に今回の3人の昇格が3期生みんなにとってのいい刺激になったらいいなってすごく思ってます。そこら辺はね私は分からないんだけど、さあすごく久しぶりじゃないですか。私たちが昇格してからもうだいぶ経ったよね。だからなんかその久しぶりに研究生から正規メンバーへの昇格みたいなところに立ち会って、なんか懐かしい気持ちというか、あの時の自分の気持ちも思い出したりして、そうだね、そっか、クリスマス公演の時だった、そう2020年か、3年前、そうだよね。なんかそうすごいね。でも
確かに私研究生の時はまだこうなんか自分が NGT の一員メンバーであるっていう自覚がそんなになんか自覚はしてるんだけど、まだそのまあ研究生だからまだ私研究生っていう感覚、そうそんなになんかそうなんだよね。私 NGT48 のメンバーなんでみたいな、そんなにこう胸を張って言える感じではなかった。なんか私たちのね先輩はすごい人たちなんですよ、まあ私は研究生なんですけどねみたいなそういう感覚だったし、先輩に対してその先輩に勝とうとか先輩に負けて悔しいとかそこまで全然思ってなかったし、でもなんか今はなんだろうな、やっぱり先輩であってもこうなんか今はっていうかどうだろう、正規メンバーになったくらいからこう同じ先輩だけど同じ正規メンバーさんだからなんかどん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 追いついていかなきゃなみたいな気持ちにはすごいなってたから、そう。でも本当になんかね、3期生今昇格発表でしょ、名前呼ばれなかった子もっていうかなんか全然チャンスはあると思うし、うん、私はむしろなんか一番最初のお披露目の時とか21人中16番目とかでなんかうわめっちゃなんかセンターになりたいとか言ってたのに私こんなところにいるじゃんみたいな、こんなところってめっちゃ失礼ですよね、すいません。でもなんかセンター目指したいですみたいな、絶対にセンターになりたいみたいなそういう気持ちだったから、え16番目ですかみたいな気持ちに正直なっちゃってたんだけど、でもなんかそれでもいやもう大人の人たちマジで見る目ないねっていう気持ちで私がこれからどれだけ成長するかまだまだ私のポテンシャルを見えてないんですねっていうそのくらいの謎の自信、今はそんなこと全くできないけどなんか謎の自信13歳って強いね、なんか怖いね本当に。いやでもそのくらいの気持ちがあったから私は今ね、今めちゃめちゃビビリなんですけども、何事においても超絶すごい、もうほんとあの時の自分強いなって今でも思いますけど、うん、でも良かったです、ちゃんとその後センターになれたし結果ハッピーって軽そう、なんか本当に3期生のみんなはね、もうなんか私そんななんか3期生のみんなみたいな聞いてみたいなそういうことできないんですけど、でも心の中では正規メンバーにねこれから上がる3人も今回名前は呼ばれなかったみんなもなんかマジでそんな差ないから言うて大丈夫ってめっちゃ思ってる、うん本当に全然大丈夫、とにかく本当に大丈夫だよ、どうか前を向いてっていう気持ちが溢れちゃってすごい、なんかいろんな立場の人のいろんな気持ちを考えたらなんか涙出てきちゃってね、えすごい思った昨日は。でこれから4期生も入ってきますからね、そうやっぱり抜
化されたくないみたいな気持ち絶対あると思うし、私もあるし、だからうーん、強い女になってやろうっていう気持ちです。気持ちとしては、気持ちとしてはね、超絶ビビリなんだけどね、本当に陰キャで頭の中ではめっちゃ喋ってるんですよ、本当に早口で。はい、ねヘアアイロン壊れたの本当にどうしたらいいの、ちょっともう一回チャレンジしてみない。コンセントに刺します、刺します。まずこのコンセントが、はい、終わった。もうやだ、どうしたらいいの、ねえアイロン壊れた、つら、アイロン壊れた、アイロン壊れたんだけど。ショックー。ショック、すっごくショック、もうめっちゃめっちゃショック、どうしよう、責務を全うしたのよ。なんか言ってほしいよね、これから壊れるみたいな、ドンキで買いましょう。そうだね、ドンキでとりあえず安いの買ったりしたらいいかな。言って欲しかった、壊れるよって。だって長い付き合いじゃん、本当にほぼ毎日お世話になってたこのアイロンには。すごい、ほぼ毎日お世話になってたさ、関係も深まってたわけですよ。なのにさ、ある日突然急にね、パタリと目を覚まさなくなってしまった、なんかかわいそう、なんかつらい、なんか言ってよ、ほんとに結局こ、いつかは壊れる、いつかは壊れるけどさ、毎日さお世話になってた仲じゃん、なのにさ 言われちゃってそうね、だよね、本当に怒ってるんだから。アイロンも壊れたくて壊れたわけじゃない。え、使用頻度が高いとそういうことか。あ、こじった。10日の劇場公演当たりました。あ、待ってる。10日ね。そう、10日劇場公演なんですよ。みんな来てくれるかしら。久しぶりだよ、劇場公演。言えなかった。劇場公演。
公園ね、覚えてるかな。テレッテテレッテレッテ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 テ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 ここの土地にやってきて何年経った夢を見る魔界同士たち理想郷を作るとしてテテ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 テ昨日さ、ワンハーフだったから、そう、今回フルですから2番いきます。そう、種をまいて水をあげ言うて、そうだ、忘れないようにしなきゃ。頑張ります。こんばんは、こんばんは。しかし働きますね。なんかね、暇な時はめっちゃ暇なんだけど、お忙しい時は本当にお忙しいんですよね。なんかすっごいもう楽さすごいです。楽さ、緩急、温暖化、感度、こう緩急か、緩急だ、極端、あ、それだ、極端、極端ちょっと違うか。うんと、ちょっと分かんない、諦めた。そうだから、なんか頑張って、はい。でもなんか暇な時に暇すぎると、それもそれでなんか、あ、私って必要とされてるのかな。いや、なんかそこまで激重女みたいにならないけど、なんか普通に暇で、なんだろう、テキパキ動けない自分が嫌になっちゃうから。あの、でも今はね、もうとにかくオフをくださいっていう気持ちにしかならなかったんですよ。にしかならなかったは嘘。でもコンサート期間、そう、オフをくださいっていう気持ち、めちゃめちゃ、ね、なんかオフをいただけたらこれがしたいとかあれがしたいとか。でもなんかもうこのコンサートの準備期間、コンサートもそうだし、他のお仕事、そしてフェスもね、3個くらい挟まってたよね。すごいでしょ。そう、あと MV 撮影、シングルのジャケ写撮影、レコーディング、カップリング曲もね、2曲参加させていただいてるので、その振り入れとかもあったり、めちゃめちゃヤバな約1ヶ月間だったんですよ。あ、そう、グラビアも撮影させていただいてね、そう、取材でもあって、そう、本当に大変だった。そう、だからなんかその時は結構もうオフがあったらあれしたいなとか、これしたいなとか、なんかでもこうルーティーン化した方がいいのかしない方がいいのかも分かんないですね。私、自分に何が合ってるのかもまだ分かんない。昼夜の間に紀ノ国屋行って買ってきた。あー、嬉しい。紀ノ国屋さんでぜひぜひぜひ。そうだから、なんかでもなんか忙しいは忙しいの方が、ある程度忙しいの方が私は
好きかも。なんか自分の気持ち的にやっぱりそうですね家からね結局出れないし、人とそんなに自分からコミュニケーション取りに行かないくせに人に会えないと寂しいんですよね。すいません、めんどくさくって。だからなんかメンバーとかにほぼ毎日リハでね顔合わせられるのがすごい嬉しかった。うん、ハルルンのグラビアおたともに見せたけど本当に褒めてた。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、でも今ってさ夏休みの期間でしょ皆さん。だからさ暑いしさ、外にはたくさん人々がいるわけじゃん。やっぱりこの季節外出しにくいよな。だから9月とかになってから行動しようかなとか思って、9月またバタバタしてたらどうか。もうね常にね来月の予定っていうのは本当に分かんないんですよね。ほとんどなんだかんだバタバタみたいな。でもなんかお仕事も充実させたいし頑張りたいし、でもこうプライベートもやっぱり人として成長したいみたいなところがあるから、なんかちゃんとね自分の趣味を、自分を知る、自分の趣味を見つけるとか、あと料理とかしてみたい。あの料理できないわけじゃないんですよ。でもしないの、ほんとしないの。できなくは絶対ない。あのできたことがあるから言ってます。私ねやればできる子なのよ。そうもうちょっとね家庭的な人になろうかなと思って。なんか今も家庭的、あのいやでもこういうとこだよね。もっとさ極端な人の方がさ芸能人に向いてる気がする。なんか家庭的じゃないって言われたら結構家庭的だしって思っちゃうけど、家庭的だよねって言われたら全然家庭的じゃないですってなっちゃう。わかる、そのどっちもどっちつかずってやつ。つまんない女だからまあどっちかというとできた方がなんか良さそう。だからお仕事終わってからお家に帰ってきて来る間にスーパーに寄って食材を買って、今日はこれを作るみたいな、で自炊してる人になってみたい。でもさ一人暮らしでさやるんだったらあれなんだけどさ、なんか実家にいるのにみたいなとこある。あそう、でもいつか一人暮らしもしたいのよ。そうっていうか、なんか今も割と一人暮らししてる気持ちではいる。なんか家に帰ってきても本当に自分の部屋でしかない。自分の部屋かリビング、リビングもでも好き。リビングでも家族がたくさんいる時にそんなにいないかも。あ別に家族そんな大人数ではないんですけどなんか自分が喋ったこと全てが気になっちゃう。あなんか今のはここが本当のゾーンだとしたらちょっとここのテンションで話しちゃったなとかなっちゃう。お皿洗いとかやってる。あお皿洗い得意ですよ。お皿洗いもお皿拭くのもお皿しまうのも得意。うん、でも手がね荒れちゃうからね手袋とかしますね。その手袋をするのがちょっとめんどくさいです。お皿割らないよ私。割らないです、ほとんど割ったことない。片付け、そう。でもなんか包丁とか使うとすごいお母さんにめっちゃ危なっかしいような目で見られるから、全然そんなことないのになって思ってる。包
丁別にそんな下手くそじゃないんですよ全然。なんかめっちゃうまいわけでもないけど、めっちゃ下手くそなわけでもないというか、なんか私ももう19なんだし、でもママとかパパって私のことをまだなんか10歳とかだと思ってるのかな。なんかねすっごい、なんか私人生経験をちゃんと積まないといけないんだって思っちゃって、そうなんか外とかにまず出ないから、自分からも、まあなんか若干箱入り感があることがすごい今嫌で、なんかまあ嫌ではないんだけど、大事にね育ててくださったのはねすごい嬉しいんですけど、でもなんかそんなに心配しなくて大丈夫だよって思っちゃう。そう、包丁使うだけで心配しないでほしい本当に。すごい危なっかしい目で見てくるの、見なきゃいいのにね。親からしたら子供は一生子供だからねそうなのか。いやーなんかだから見ちゃう、心配、でも私そんなにもう、めっちゃしっかりしてますよ本当に。なんか自分でしっかりしてるって胸を張って言えるほどしっかりしてる。そうよく言われるの、しっかりしてる人って自分のことしっかりしてるって言わないですよって言われるんだけど、いや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 、やっぱりしっかりしてるんだからどんどん言ってかないとっていう気持ち。あでも車の運転はしばらくしないかも。なんか免許とかね取ろうとはすごいね思ったりはしてるんだけど、やっぱり時間ないよなと思って。だし多分免許取ってもそんなに運転しないかなって。でもあれでしょ、そのあの本人確認、あれ身分証明書、最強の身分証明書だって言ってた人がいた。なるほど、身分証明書になるのはすごいいいね。身分証明には持ってこい、そうって大人の人は皆さん言うんですよ。だからあそうなのかって。じゃあさ免許取らなかったらさ身分証明書はさ、マイナンバーカードもさ、あそうなんだ、はるかマイナンバーカードはあるよ大丈夫。じゃあいける、生きていける。そうリフの自然渋滞は大人っぽくてかっこよかった、あ嬉しい。この恋も終わりだね、自然渋滞ね。もう今年のフェスはずっと自然渋滞やらせていただいてますね。なんか前とかは自然渋滞フェスにの曲には選ばれてなくって、やりたいんですけどねーみたいな話をしてたけど、最近はもう恒例みたいな感じになってて嬉しい。命をかけろもかっこよかったです。命をかけろやばくない？私さ本当にもうあの命をかけろあんなにぶっ飛んでる曲ない、大好きなの。そう最初に来た時にマジみたいな思ったけど、なんかこうメンバーの声で聞くとまたね雰囲気も違ったり。 Here we go! でで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 、パンチパンチしてるから。ハルルの自然渋滞はカーナビパンチが好き。あ最近でもワンハだからあれないですね、カーナビにやつあたり、そこも
すごいめっちゃ怖い顔してパンチしてるのよ、はるか。自然渋滞、なんか自然渋滞の人の歌詞のこの気持ちになってすっごいめっちゃ怒ってる。あの感情的に怒ってるわけではないんだけど、でもなんか歌詞を聞いてたらすごい強い女が歌詞をね言ってるんで、今からサービスエリア手前で降ろしなさいって。きっとさ、そんな無理だよとか言われててさ、いいからもう口なんて聞きたくねえしじゃみたいな、すごいなんかむしゃくしゃした女っていう感じの歌詞が。すごいね、なんかこうこれこそ私のその最近言ってる頭で考えてる人じゃなくて心で考えてる人にとっても憧れがあるので、なんかそういう人になりたいみたいな気持ち、憧れがあるから、なんか素敵だなと思って。そう、自然渋滞の女はいい女だと思います。ハルルンのうちわとハルルンの T シャツでコンサート見てて嬉しい、ありがとうね。すごいね、めっちゃ見つけやすいんですよ皆さん。そう、サイリウムもすごい見えるし、 T シャツとかね、うちわもねすごい一発でわかるから、見つけやすくてよかった、嬉しい。そこの人は大変だ。そうだね、大変だろうね。でも魅力的じゃない、なんかそのくらいさ、なんかサバサバしててさ、ちょっと喧嘩してさ、もういい降りる、そこつけて降りるから、どうやって帰るのって言われても、いやいいから降りる、バイバイみたいな。いい女だわ。命をかけろよ、いい、そう、戦えよ戦えよって言ってる。ゾクゾクした、僕は耐えれません。いいやん、あ、そうだ、ちょっとねショールーム一旦終わりにしますね。ちょっとまた後でやるかわからないですけど、ちょっとそう、めっちゃ急に終わっちゃってごめんね。そう、ちょっと休養を思い出したみたいな、なんかめっちゃ変なあれですけど。すいません。ちょっとじゃあまた壇上の方をお呼びしますね。13位ひーさん、12位あゆ太郎さん、11位クッキーモンスターメガネさん、10位さかけんさん、9位かつさん、8位ふみのんさん、7位さとけんさん、6位ととちゃんさん、5位ゆうとさん、4位ひよぽんさん、3位ふっちゃんさん、2位かんくろうさん、1位いかつさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また喋りたい時に喋りたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。